今シーズンは10月のラウンド1カップレディース、11月の群馬オープンと2勝を挙げております。通算5勝目を狙います、松永ひろみです。そして4位のシーズンは、昨年のポイントランキング、賞金ランキングのトップです。今年度は9月の第5回 MK チャリティーカップで6勝目を挙げております、姫路うららです。それでは、さかなクン第42回全日本女子プロボウリング選手権大会第4位決定戦、スタートいたします。ご自身としては3位というのはいかがですか？いやコンディション的にすごく難しかったので、よく辛抱したなって思います。どういうところがちょっと辛抱ポイントで？いやもう本当にこの大会初日からなんですけど、本当に朝一ずっと打ってなくて、もう本当にライン取りがどこから投げていいかわからないぐらい、すごい暴れてたので、なので朝一は本当に辛抱っていう感じだったので、本当に辛抱できたので良かったです、はい。いやもう後ろを見ればご自身のポスターがあるということは、やっぱり連覇を狙えるのは松永プロしかいないわけですよ、はい、もちろん狙って頑張ります、はい。勝つためのもう勝ち方っていうのは分かってるんですよね？いやもう運なので、もう根性と運で、はい、全力投球します。あとアベレージの方もかかってますね、はい、そうですね、ヘマしなければいいという、報告を受けたので、はい、でも上を見て頑張りたいと思います。最後の試合、気合い入れて、優勝決定戦までいけるように、一歩ずつ頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。もうでも狙ってゲットしたこの位置ですよね違う、そんなことないんです。もう不安で怖くて仕方がなくて、でも自力ではちょっと難しかったんですけど、背中からたくさんの方が念を送ってくださったおかげで、こうラッキーで後からピンがポコンって倒れたりとかして、本当に皆さんのおかげですって先も言いました。本当ですか？はい、よかった点ご自身で一つ挙げるとどういうところですか？そうですね、やっぱりいつも見てくださってる方々が力入ってるよって後ろで見てて分かるんでしょうね。自分ではあ、そう、もうこれでも入ってるみたいな感じなんですけど、でも力入ってるよって言われて、もう力を抜くように心がけて、はい、ここまで来れました。そうですか、はい、いやもうこの全日本のね、優勝経験者は4人のうち2人で、あ、そうですね、そうなんですよ、怖いですね怖いただもう勝ち方もやっぱり知ってると思いますし、もう姫路プロといえばね、もう何冠も手にしてきたプロですからそんなことないんですけど、もう目指すところがこの優勝しか私もう残っていないので、そこだけはください、お願いします狙ったものは必ず仕留める姫路プロでは気合のフォロー一言お願いします。はい、皆さんの応援がピンを倒すんです。ぜひそちらからもお声掛けよろしくお願いします。まず最初は3位通過の松永ひろみプロ対4位通過姫路うららプロです。ともにこの選手権チャンピオンに輝いたことのある両者の対決、注目の対戦です。これまで優勝回数は6回を誇ります姫路うららプロです。バンナイさん、はい、ナイスボールですね、はい、厳しい表情から一瞬笑顔がこぼれました。こちらは3位通過松永ひろみプロです。これまで優勝は4回あります。全日本2連覇なるか今大会。これもいいぞ、最後はセブンティーン、カギさん言ってる、本当にこれもいいぞという、本当に両方もジャストのスタートですよね、はいはい。東京ドームボーリングセンター27番28番レーンを使用するこのテレビ決勝ステップラダー、
誰もが苦しんだこのレーン、いきなりストライク。第2フレームです。姫路プロ、うん、鈴木さん、一回ここブレーク取りましたね。はい、そうですね。こういうのって勇気がいるんじゃないですか。勇気いりますね。タイミングが合わなかったりそういう時あると思うんですけども、やっぱり一度降りた方がいいですよね。大きなスイングかな。ダブル、素晴らしいですね。まあ、あのスイッチプロ言ってくれたんですけど、本当に投げ直しは嫌ですよね。そうですね。落ち着いています。今大会を迎えるにあたって不安で不安で仕方がなかったとここまでを話しました。姫路プロです。はい、とにかくみんなが後ろから何か背中を押してくれたんじゃないかなという、うん、9月の ね、 んね、優勝はあるんですけどね、 MK チャリティーカップで。でもあの時は親指が抜けなくて、逆にそれがいい方向に向いて優勝できたということを言ってましたんで、それからあの非常に練習をしたみたいですね。松永プロもダブルできました。ここまでを振り返って、コンディションが難しかったがよく辛抱したと思うと松永プロは話しています。どこから投げていいのかわからないぐらいライン取りが難しかったっていうことを番内さんね。はい、特にあの予選の第1シリーズですか、544だったから確か、もう本当に自分ではどうしていいかわからないんだっていうことを言ってましたよね。でもそれから見事立ち直って、300点をマークするは800シリーズはマークするでね、はい、思いも表現しましたね、本当にね。第3フレーム、ちょっと内側でしたね。はい、はい、一昨年は3冠、昨年はポイント、そして賞金ランキングの2冠に輝いた姫路プロ。ただ今年は夏場にかけて予選落ちが相次ぐ。そうですね、僕もね、3試合連続とかって書いてあったらびっくりしたんですけど、はい、まあ、見事その9月の MK チャリティーカップで優勝して、でもまだ自分でもしっくりこなかったんで、って、まあ、この大会に臨むのはちょっと不安だったって言ってましたね。松永プロの第3フレーム、去年の姫路プロの3冠のアベレージを阻止したのが松永プロですよね。そうですね。この対戦はなんとなく因縁の、ね、対決というか、はい、はい、ちょうど全日本の最後で、そうですよね、はい、大逆転でしたからね、はい。実は今年もあの吉田プロが、ポイントはもちろんトップだったんですが、アベレージも持ってたんですが、はい、この試合でやっぱり松永プロが今逆転してるんですよ。そうなんですね、はい、ここまでの3冠の行方、ポイントランキングは吉田真由美プロ、はい、そして賞金ランキングはウェンディ・マクファーソンプロ、はい、この2人が決まっています。あとはアベレージ、吉田真由美プロ、松永ひろみプロ、姫路うららプロ、これはプリンスカップが終わった時点でのランキングです、はい、松永プロが吉田真由美プロをかわして現在トップ、はい、ということはこのテレビ決勝ステップラダー、まおそらくないと思いますが、悪いスコアを出してしまうとまだわからないという、まさにその通りですね、はい、もうありえないと思うんですけど、ボーリングって本当に何があるかわからないんで、はい、はい、もう終わって1位っていうね、やっぱり言いたいでしょうし、タイトルもかかっている、そしてランキングもかかっている、はい、あ、鈴木さん、なんかねいろんなところにこう気持ちがいかないようにね。そうですね、はい、姫路プロの第4フレーム、オーケー、グリーンですね。あの27番レーンの方が意外とさっきあの鈴木プロが冒頭で言ったちょっと内側の壁というか失投がちょっと許される27番レーン、28番レーンの方はちょっと内側に見せるのは怖いという状況ですね。だから28レーンが意外とキーポイントになるのかなという感じしますね。割れないようにするためには危機管理も当然必要なんですが、ただこういった一発勝負になりますと、
ハイスコアを出さなければいけないというところもあって、ね、相手より先にストライクは切りたくないというのが本音ですね、はい、そのあたりをどう自分で折り合いをつけていくのか、はい、姫路プロの第5フレームです。松永プロが、ね、一歩リードしてますんで、ここはあの姫路プロにとっては非常に大事な5フレームですね。かなり内側いった。気合だ、ね、そうですね、岡井さんおっしゃる通りですね、気合ですね今のはね。いや、何かこう見ているこちらも力が入るんですが、そうですね、相当こう周りからも力がちょっと入りすぎてるんじゃないの、ということをね、姫路プロ言われて、なるべく力を抜くように苦労したんだとこの大会を振り返っていました。鈴木さんね、やっぱりこう力入っちゃうんですよね。そうですね、ここぞっていう時に本当にどう力を抜くかっていうのが勝負ですよね、まあ、抜きすぎてもダメですね。そうですよね、そこが難しいところだね、はい、まあ、松永プロ第5フレーム持ってきました。あのこういうマッチゲーム、しかもこう全日本を争っているこういう対戦で、まずやっちゃいけないのが2フレーム続けてスペアっていうのはね、ダメなんですよ、はい、相手に対してもあこの人左右両方とも分かんないのかなっていうのもあるだろうし、投げ方が例えばおかしくなっちゃったなっていうのもあるでしょうし、自分にとってもなんかちょっと不安材料にもなるんで、うん、まあ、そういう意味では本当にあのストライクが切れたら次は必ずストライクを全神経集中して出すというのがやっぱり基本ですね。第6フレームに入ります。姫路うららプロ、ターキーを狙っての一投どうでしょうか。入ってきた。左はほぼ安心してあの2人とも、ね、見てられますので、はい、この両者28番連いかにストライク出すかによってこのゲーム違うと思うんですね。鈴木さん、はい、姫路プロご覧になっていかがですか。そうですね、左は番内プロもおっしゃってましたけども、本当に気持ちよく綺麗に投げてますね、うん、ね、はい、とてもできるよね、はい、姫路プロもターキーを持ってきた。松永プロの第6フレーム、ここで来ないとね、逆転されちゃいますんでね。あ、ハイレベルだ本当ですね、はい、一歩も引かないというストライクでしたね今のはね。いや、うん、いいですね。バンダイさん、やはり全日本のタイトルを取ったことがある経験者というのは、はい、こういった舞台で何かこう発揮されるものが違うんでしょうかね。そうでしょうね、やっぱり勝つために何が必要かというのを知ってますよね。だからもう勢いだけじゃないですよね、はい、ただこの対戦は本当にもうなんか優勝決定戦に近いような、ね、戦いが、ね、起こるのかなって気がしますね。第7フレーム、あ、素晴らしい。ここまで36ゲームを投げてきて、ようやく迎えるテレビ決勝ステップラダー、この投球ができるんですね、坂内さん。そうですね、いわゆる女子プロボーラーは一応そのボールの曲がりだとか回転力とかっていうのは男子に比べて落ちるんですけども、ああいうふうに中目をですね本当にダイレクトにポケットに持っていくという技術の、こうついてきたっていうんですかね、みんな上手くなりましたね、はい、あ、ちょっとボール落ちたぞ。あ松永プロもターキー、本人が一番嬉しいですね今のストライクはね、はい、川内さん、はい、インサイドで見てますと、ええ、姫路さんはストライク来るたんびにふーっと息を吐いて、松永さんは来るなら私も来るわよっていうような自信あふれた顔に見えますけどね、はい、杉本さん、どちらに余裕を感じますか。松永さんが見た目では余裕を持って、あ、出したら私も出せるわよっていう風に見えるんですよ、うん、態度は。でも心の中はちょっとわからないですね、なるほど。第8フレームです。フィフスを狙ってこれも来た。
どちらも譲らない感じですね。いや素晴らしい。あの少しね見た感じ内側だったんですけど、本当にあの27番連の方は我慢してくれますね。本当にこう状態としては良くなかったんだけれども、なんとかここまで来たんだからもう優勝しかないと姫路プロは話していました。鈴木さんもこの1年振り返ればいろんなこう波があったと思うんですが、はい、ここに波を持ってくる難しさというのを今お感じになってるんじゃないでしょうか。はい、痛感してます。こちらはフォース。いやいや、あのお客さん、見てるお客さんが本当になんかこうシーンとしてますよね。ものすごい緊迫感がありますよね。我々もね、はい、伝わってきますよね。残すは9フレ10フレ、なんかあっという間に1ゲーム終わっちゃいそうですね、本当にね。バンダイさん、これはどうなりますか。ここがやはり、はい、やっぱり何位ぐらいでしょうね、ファウンデーションということでしょうね。あとはお互いの嫉妬があるかないかでしょうね。これお互いにいけば279、279同士で、プレーオフになりますんでね。ワンショットサドンデスがあるんでしょうか。はい、そうですね。まあ、本人たちはもう半分その覚悟でしょうね。止まった方が敗退。あ、素晴らしい。今日素晴らしいしか僕言ってないんですけど、あのよく10番ピンの飛び方がストライクの、いい悪いっていう僕表現をよく使うんですけど、今見ていただくと分かるように6番ピンが今10番ピンの足を払うように、下を払うように倒れてますよね、はい、これは本当にストライク、いいストライクという部分で捉えていいと思うんですよ。2人ともそういう感じのストライクが多いんですよ。ですから本当に気持ちも乗ってるし、連コンディションと自分も合ってるというね、はい、なんかもう300対300でもおかしくないようなゲーム展開ですね。こちらは去年の優勝者。来たぞ、天秤が最後に倒れました。フィフス6連続に5連続。こういうゲームで天フレ勝負ってのは嫌ですね。いや、あの多分さっき僕投げ方持ってたんです。運もあるかもしれません。あ、本当についてないと8番ピンとか9番ピンとか残りますんで、はいはい、最後テンフレまで来ました。相譲らず。2000年プロ入り33期生の姫路プロ、2年ぶりの全日本を狙う今大会来るのか。いやー、割れなかったという意味では、はい、あの左側のレーンは、そうですね、割れなくてよかったですね。あの今内側がこう頼りになるんで、そこまで行っちゃえっていうか感じだったんですけど、やっぱりもうこんだけゲームが消化してくると同じとこ投げてますから、そこはちょっとずつちょっとずつ、はい、変わってきちゃいましたね。今のはもういくらなんでも我慢しきれなかったですね、はい。次は松永プロです。大きな一投になる。声が出た。ガッツポーズが飛び出した松永ひろみプロ。鈴木さん、来ましたね。来ましたね、はい、気合が十分入ってます。すごいですね。そうですね、はい、声も出ましたしね、はい。姫路プロはここをカバー。いやー、それにしても松永プロ、先ほど杉本勝子プロからのリポートありましたが、私もついていくわよというね、本当にそうでしたね。そんな展開からここに来てひっくり返すという、それが再々逆転という感じですよ ね、 なんかね、シーソーゲームです、はい。これも7連続。とんでもない戦いです。そうですね、本当にその通りですね。姫路浦田プロ最後の一投。でも257ですからね、ナイスゲームです。
ですよ。お見事です。姫路プロは257ハイスコアで終了。いやー見応え十分でした。最後の一投松永ひろみプロ、少し左寄って投げましたね、はい、279という、はい、279ということで松永ひろみプロが姫路うららプロを破って3位決定戦進出を決めました。3位決定戦進出を決めました松永ひろみプロです。おめでとうございます。ありがとうございます。いやちょっと息つく間のない素晴らしい展開になりましたが、先にストライクを出してたのは姫路プロだったんですよね。追いかける展開でしたがどうでした？いえ、相手は気にせず自分のボーリングだけ集中して投げてました。そして点フレ1投目、あそこは気合十分でしたね。はい、はい、全力投球でした。はい、もういかに集中していたかがすごい分かりますけれども、連覇に向けてそしてアベレージも今ぐんぐんぐんと上げているかなというところですが、次は土屋プロとの対戦、意気込みを一言お願いいたします。はい、今のゲームのように、皆さんにいいゲームが見せれるように全力で頑張りたいと思います。頑張ってください。松永ひろみプロでした。プレイヤーズゲストには ISPS 専属の鈴木梨沙プロをお招きしましたが、鈴木さん、はい、いや素晴らしい戦いでしたね。本当にビッグゲーム同士で本当に見ている方が本当に鳥肌が立つようなゲームが続きましたね、はい。まあ、今年は悔いの残るシーズンだったかもしれませんが、はい、来年はね、はい、ぜひこの舞台に立って、そうですね、はい、またファンの皆さんを沸かせてくださいね。はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。鈴木梨沙プロでした。ありがとうございました。この後は3位決定戦です。昨年4月の第31回の関西オープンで初優勝を挙げております。今年度はやや不調で、この試合前まではランキング32位でした。初の全日本選手権制覇を狙います。 E シースは土屋裕太です。今年本当に調子が悪かったんで、最後来年につなげるためにも本当にいい形で終わりたいと思って、今年多分一番気合を入れてきた大会だったんですけど、でも本当最後まで投げ切れれば体力的に持つかどうかそこが心配だったんで、怪我をしないでどっか体を痛めないように最後まで頑張って投げ切ろうっていうのが目標だったんで、最後まで来れて本当にびっくりしてます。本当全日本は投げる、ね、ゲームが多いので、みんなやっぱりちょっとお疲れモードになっちゃうのかなと思うんですけどね。そうですね、いろんなサプリとか薬とか貼り薬とかやって寝てなんとか体力を回復してここまで来ました。全日本初優勝を目指しますけれども、今のお気持ちは？そうですね、3回勝たなきゃいけないので、ここで満足したいんですけど、今年の結果を見れば。でもチャンスなんで、最後の3ゲーム目まで投げられるように頑張りたいと思います。それでは第3位決定戦スタートいたします。テレビ決勝ステップラダー3位決定戦です。2位通過を果たした土屋裕太プロ対松永ひろみプロです。先ほどの壮絶な松永プロ、姫路プロの投げ合いがあって、その後の対戦ということになります。まずは土屋プロです。これまで優勝は1回、去年の関西オープンでプロ初優勝を成し遂げています。初の全日本のタイトルを狙っている今大会。いきなり割れちゃいましたね、この割れるケースをとにかくなくすために選手たちはね、はい、今そうですね、その通りですね、頭の中をフル回転で、はいはい、スタートフレームなので、そういう意味ではゲームの、ね、途中なり終盤で、スプリットを出すよりはいいですけども、はい、ただやっぱり
右側のレーンをもしかしたらこれで悩んじゃうといけないなと思いますね、はい、こちらは松永ひろみプロです。はあ続いてますねまだね。バンナイさん、はい、先ほどのああいったゲームを投げた後というのは、はい、選手の気持ちとしてはもうそのままつながっていくものなんでしょうか。あのタイプによりますね、あの続けていいゲームが出ない選手の方が多いですね。あ、はい、うん、オープンフレームとなった土屋プロです。さて放送席にはプレイヤーズゲスト姫路うららプロをお招きしました。姫路プロ、はい、大変お疲れのところ申し訳ありませんがお付き合いのほどよろしくお願いします。まだ先ほどのことで頭がいっぱいだというのは重々承知しておりますが、一番がっかりしてるよねでもね本当 ね、うん、ねえしかしいいゲームだったというのは言われたくないでしょ。本当に素晴らしいゲームでしたが、だからこそ姫路プロ勝ちたかったね。勝ちたかったですね、松永プロと投げ合っていてどうだったんですか。はい、もう最初からパーフェクトを出さないと負けるって自分で分かってたんで、はい、2回もあの、まあ、1回目はレーンが遅くなっているのに、まあ、先読みできなくての9本、2回目は内に歩いて内に失投した9本、もうその2回のミスで自分でも負けを確信しております、うん、そこまで自ら追い込んで臨んだ一戦だったと、はい、そうですね。いや、まあ、僕もさっき放送席で言ったのは本当にこれが実質の、ね、優勝決定戦じゃないのっていうぐらい あの雰囲気が伝わってきたんで本当に素晴らしいゲームでしたね。はい、はい、さん、はい、どうぞ。土屋さんなんですけど4球の練習ボールがあったんですが1球もストライクがなかったんですよ、うん、で今やっと出たんですけど、うん、危ないストライクですよ ね、 ラッキーですよね、はい、あボール変えてきそうですね。そうですね、はい、土屋プロ今大会はボールは9個持ち込んでいます。一方の松永プロは12個ですねあのね、練習してどれが合うかというのをまずチョイスするために、持ってきて、まあ、登録はね、6個とかってね決まりがありますんでやりますけども。第3フレームーこれも来ました。素晴らしい。ターキー発進松永ひろみプロ、あのやっぱり先ほどの、ね、さ4位決定戦、まあ、ここに姫路プロいますけど、あの連覇にかける気持ちと、全日本2勝目を狙うというと連覇の方が強かったのかなって感じしますね。もうもうここで泣いてやるでもあの9月の MK の時にあまり調子よくなくて勝てたっていうのを、ね、聞いてて、でも今回見てたらまたちょっと強い時の姫路うららプロが出てきたような気がするんですけど、ね、はい、うん、もう1年間ですっかり自信をなくしていたんですけど、うん、でもあの最後の方に向けて順位が上がっていきましたから、うん、また来年、そうですね、はい、意気込んで挑めます、はい、らしさが出てきてよかったなと思いました、はい、うん、しかしみんなすごいんですよ分かりますよ、見てて分かりますよ初日だとね、ちょっとこんだけスコアは出ないだろうなと思ってたのが途中からもうびっくりするんですから、びっくりしますよね、うん、慣れてる本人もそうなんですよやっぱり、ね、見てて、うん、なんやみんなみたいないやいや、あの一人じゃ、化け物が一人じゃないんですよ全員化け物みたいな、特に予選は3人固まっていたしね姫路プロのところは、はい、すごかったですね。このあたりに何か負けず嫌いの姫路プロの性格がね、あのやっぱり女子プロの場合には、ね、あの、それがないと終わっちゃいますんでね、はい、はい、やっぱりその追い込まれた中で投球するっていうのを、おー、はい、来た。そうで、やっぱプレッシャーの中でね、はい、いかに自分を発揮できるか、それやっぱり精神力が強くないとできないもんだからね、はい、そうです。だから今回も、うん、強めてもらった大会でしたね、うん、そうだね、そういう意味ではね、はい、本当に逆に言うと来年に向けていい勉強というか、はい、まだまだ精進しなければならないという勉強をいたしました、はい、12連続ストライク、先ほどのゲームから止まりません、ね、そうですね、4フレーム5フレームから全部ストライクですもんね。いや、ある意味パーフェクトです。あ、うん、左のレーンは、まあ、あの先ほど、ね、練習ボールやった4名みんなそうなんですけど、左のレーン意外と投げやすい、だから右側のレーンがどうなのかなっていうんですけどね、松永プロはうまく投げてますね。
土屋プロとしてはこの追いかけるきっかけ、はい、次ですよね。そうですね、やっぱり一つミスをしてますね、オープンフレームにしてますんで、早くダブルが来ないと、だから本当に第5フレーム来るか来ないかでもこの勝敗は決まっちゃうような感じじゃないですか、うん、それぐらい大きなフレームですね、はいはい、そうですね、はい、松永ひろみプロの第5フレームです。予選の第3シリーズがパーフェクトマーク、こういうものなんですね。こういうものなんですかね、ちょっとよくわからないですけど、ね、本人はちょっと恥ずかしそうにボールが、ね、落ちちゃったんですよ、落ちちゃったんですけど、うまくその落ち具合の加減がいいって言ったら怒られちゃうんですけど、はい、全くのあのブルックリンにジャストに入りましたよね、予選はトップ、準々決勝は2位通過、そして準決勝が終わった時点では3位通過、かなり内側寄りましたね。あー来ましたね、土屋プロが準決勝に入って上げてきた、はい、さっきのゲーム投げてる間でももうかなり遅くなってきていましたから、そうですね、それを土屋プロが4フレームで修正をしてここでダブルを持ってきたというのは、うん、本人ね久しぶりのテレビ現象ですごい緊張してるって言ってた割にはちゃんと冷静にやっぱりね、さすがですね、だからやっぱ投げ方が良くなったっていうのがやっぱ自信にねついてなってんでしょうね、はい、ウェイトも少し落として本当にこう必死にここまで、調子が悪かった分頑張ってきたという、うん、そうですね、非常に投げ方がソフトになったのでやっぱりいいと思いますよ。松永プロ、これも来た、来ましたね、6連続、あの5フレームのね、まあ、失投でラッキーなストライクが来たっていうのをこの6フレームちょっと注目したんですけども、全く変わらずに5フレーム目忘れちゃったかのようにうまくなりましたね。川地さん、はい、土屋さんなんですけど、ちょっと調子を崩してたのに今回こんなに調子いいのはなんでって言ったら、もうね気持ちの持ち方だと、シードに入るには2位の子にすれば負けて3位でも入れると、うん、はいはい、4位だとちょっとわからないので、うん、それを目標に頑張れたって言ってましたね。先ほど控室に入ってきた時も一番最初に言ったのは、よかった、うん、シードに戻れてって、まあ、自分の中では多分3位であれば大丈夫という計算なんですね、うん、らしいですね、すごいな、一倍な気合を入れて入ってきたこの東京ドームボーリングセンター、右のレーンがさっき姫路プロが言ってくれたようにどん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 こうレーンが変化していく中で27番目は思ったほど変化が遅いんですよ、うちのオイルがまだ全然残ってるんですよ、そうです、だから今土屋プロ両方ともっていう感じでね考えられたと思うんですけど、ちょっとそれをね外れちゃったですね、だからこれでまあマックス224までしかないので、もう今時点で松永プロは6つ来てるんで240ペースというね、はい、全部スペアでいくと190、それでダブルが来る、ターキーが来るで10品ずつ増えていって何々ペースという言い方をするんですけど、はい、まあ、ちょうど240ペースなので、もうこのままいっちゃうと、土屋プロ負けちゃうんですけども、ボーリングってどこで何になるか分からないん で、はい、特にこう勝ちが決まったなというところでちょっとふっと抜けると、うん、意外とスプリットだったりイージミスしたりしますんでね、気合は抜かない方がいいですよ。今大会は予選でパーフェクトを達成しています。あー、いいですね、松永ひろみプロついに7フレームまで完璧な投球です。そうですね、今はちゃんと右から3番目の15枚というね第3スパットの真上ですね、これはもう出して戻すっていう感じの、先ほどまでは押し込んでたストライク、今のはちゃんと自分のラインを取って投げたストライクですね。土屋プロの第7フレーム、うん、はい、こちらも来ました。それにしても松永プロの勢いはとどまるところを知りません、うん、恐ろしいですねもうみんなの代わりに言いますけど恐ろしいですね、まあ、分かってて戦ったんで、でもね、姫路プロ言ってたように本当に300じゃなきゃ勝てないぐらいのね、そう思ってたんですけどね、本当にそうですよね、本人も松永プロもそう思ってると思いますよ多分全ゲーム300だそうってぐらい思ってるんじゃないですかね、
姫路プロも今大会はパーフェクトをね、はい、見事ね、達成しておりますが、ここに来てのこの投球はいやー神がかりとしか言いようのない本当に第5フレームの失投が結構、まあ、我々僕なんかにすれば結構響く感じなんですけど、うん、一切忘れて自分の投球してますよね、うん、これはやっぱり精神力のもうやっぱり強いというしか言いようがないですね、うん、準決勝でも、はい、田園的にも調子的にももっと打てたと思うんですよ、うん、松永プロ、それが打ち切れなかった悔しさを今ここにぶつけてるっていうような感じがしますね、うん、すごく集中して打ってますけど、でも一番この辺にピークに持ってきたっていう意味ではいいのかもしれないね、そうですね、そういう意味ではね、はい、うん、プロも左側のレーンはあんだけやっちゃうといっちゃうんだってのが分かったんで、うん、うまくその16、7枚を、ね、投げてダブルに伝えましたんで ね、 でね、さてここまで来ました、はい、松永プロ、なおテレビ決勝でパーフェクトを達成した場合は賞金100万円が贈られます、はい、また副賞としては東京ドームホテルペア宿泊券、あ、冷静ですね、はい、ちょっとピンの配置を見て、テレビ決勝の中では今3回だっけ、はい、3回です、ね、3回 の、 はい、リセットができるんですけど、はい、この大事な9フレームでしっかりピンを見て3番ピンが多分ちょっとね奥だか左なんですよ、はい、それをねリセットっていうか再配置しましたんでね、はい、はい、ここまで来たらもうアベレージのタイトルは頭から離れているでしょう、もうそうでしょうね、はい、もう確定ですよね、もうここまで来たら問題ないでしょうね、はいはい、さっきの良い決定戦で本当にローゲームをやって負けちゃうと、はい、すごいローゲームだとっていうことを言ってましたね、はい、バンナさん、はい、リズム的にはどうでしょうね、ちょっと待ったんですけどね、もう本当に純然たるピン配置を見てましたんで、うん、タイミングとか全然関係ないでしょうね、多分リズムを取って、うん、来るのかですね、来ます、はい、集中がその自分のペースではなくて、あれ投げたら悔しい、もし残ったら悔しいみたいな感じがあったんで、うん、2回見直したんですよ、でやっぱりリセットっていうこと言ったんで大丈夫でしょう、根性そして運という本人言葉を使いました全力投球をしたいというこのテレビ決勝ステップラダー、土屋プロの第9フレーム、まあ、勝負的には今のも一投来たんで決まっちゃいましたけどね、はい、でも土屋プロは逆に言うと今年1年苦労した分、まあ、最後テンフレもねパンチアウトして来年にねつなげてもらいたいですね、はい、残すはテンフレです、今大会ここまでパーフェクトは3回出ています、果たしてテレビ決勝でパーフェクトが生まれるんでしょうか、松永ひろみプロ、本当に3で、はい、マイゲームでやってるから負けるんです本当にそうですね、そう思ってたんですけど、そんな、ね、そういうコンディションそんな出やすいコンディションではないと思うんですけど、そうです、ね、みんながその気合で、ね、こうやっぱり投げてるという素晴らしさですね、実はその3つの300を、ね、姫路プロも出してるんですけど、はい、予選の中で3人が同じボックスだったのね、21ゲーム一緒に投げた、4人しか入ってないところ3人が一緒で、はい、その3人が、ね、吉田プロで、松永プロで 3、ね、3ゲーム目が、ね、姫路プロということで同じボックスで300が3つ出たっていうのはね、はい、同じゲームじゃないですけどね、メンバーでということが非常にこう面白いなと思ったんですけど、ね、そんなことがあるんですね、僕も多分そういうの初めて見ましたね、ちょっと4人出てたんで1人は寂しそうだったんですけど、ね、
なんか張り合ってるっていう感じじゃなくて、うん、本当みんなもチーム仲間のような感じでみんなで頑張ろう、うんね、みんなで順番に出していこうみたいな、それがなんかね、全員から感じた僕は、うん、72名この段階出てる人たちが全員そう思ってる、うんうん、残すは1投のみ。この雰囲気の中、土屋プロ笑顔での投球です。そうですね、あの本当にあの来年向けての、ね、顔がもうなってますね、もう、はいはい、今年1年を笑顔で締めくくりたい、そんな言葉も聞かれました土屋プロです。さあご覧いただきましょう、大会第4号、ね、先ほどから20連続パーフェクト、来ない方がおかしい、ストライクが来ています。なんか雰囲気はそうですね、はい、はい、OK、来い来い来たナイス、松永ひろみテレビ決勝ステップラダーパーフェクト達成。ありがとうございます。今大会2度目のパーフェクト、賞金100万円ゲット。素晴らしい集中力ですね今ね、はい、まあ、あの会場がもう本当に盛り上がる、すごかったですね、シーンとなってる中でわーって出ましたんでね。土屋プロも最後の投球を終えました。300対199、なんと3位決定戦でパーフェクト達成しました松永ひろみプロ、優勝決定戦に駒を進めます。いやー、素晴らしいものを見せていただきました。パーフェクト達成おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。狙っていきましたか。狙っていきました。もう前のゲームの5振りからストライクが続いているので、もうパーフェクト以上と言ってもいいと思うんですけれどもね、最後の1投を投げるときはどんな気持ちでした。いや、この一投に全てがかかっている気持ちで投げました。100万円どうしましょう。あ、そうですね、何も考えてませんでした。まあ後でゆっくりという感じでしょうか。はい、まあ、300点出たということで、まあ、興奮冷めやらぬ会場の雰囲気ともなりましたが、落ち着いてこれで優勝決定戦に臨むことになります。そちらへのお気持ちいかがでしょう。そうですね、最後まで一生懸命投げたいと思います。連覇を狙えるのはただ一人、松永プロです。はい、目指して頑張ります。はい、頑張ってください。おめでとうございます。松永プロでした。プレイヤーズゲストには姫路うららプロを招きしました。姫路プロ、はい、いやー、素晴らしいゲームでした ね、 これもね、ね、まあ、なんか当然のように見てましたけど、そう言ってくれた通りになってね、300関係でやってんだよみたいな、まあ、当然だろうなと思ってましたね、はい、あ、今あパネルが授与されました。あ、そうですね、テレビ決勝でのパーフェクトですね、おめでとう、賞金100万円となりました。素晴らしい。また姫路プロ、はい、パッとここはね、はい、気持ちを切り替えて、はい、来年新しい年になりますよね。そうですね、皆さんまたお会いしましょう。ぜひ姫路プロの背中を押してあげてください。はい、皆さんよろしくお願いします。プレイヤーズゲスト姫路うららプロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この後は優勝決定戦です。今シーズン2勝目、そして初の全日本選手権を制覇いただきます吉川智恵です。絶好調じゃないですかと思います。今年は一番成績がいい年なので、はい、自信持って投げているのかなと自分では思います。はい、でもここまでこういいスコアを出せるその秘訣は何でしょうか。
そうですね、まあ、あの自分に、自信が持てない時期っていうのが本当に点数が出ないんですね。でもあの今年は、まあ、成績も出てますし自分に自信を持って、信じて投げているのが結果だと思います。はい、今年は初優勝もしました。そしてみんなが欲しいこの全日本も1位という位置でね、あの優勝へ向けて頑張れるかなというところなんですけれども、全日本というのはいかがですか？いや、私にはもう去年がもう全然60何位とか予選落ちだったので、ここまで来れてるのが正直の気持ちはびっくりです。はい、緊張はしてたんですか？緊張はやっぱりあのフィランスロッピーの時よりもかなり緊張をして、前日ちょっと眠れなかったんですけど、はい、でもゆっくり寝ないと自分が見失ってしまうので、はい、目つぶって頑張って寝ました。はい、では意気込みをお願いします。はい、今年最後の試合なので笑顔で終わりたいので応援よろしくお願いいたします。女子プロリーグ選手権大会優勝決定戦スタートいたします。優勝決定戦です。トップシードの吉川智恵プロが登場しました。相手は連覇を狙う松永博美プロです。優勝決定戦、まずは松永プロの投球から始まります。全日本方式のステップラダー、トップシードの吉川プロがこのゲームに敗れたとしてもまだ再優勝決定戦という道が残されます。松永プロは2連勝しなければ優勝に届くことはありません。あ、ちょっとねタイミングずれたんですけどね、ストライクになりましたね。これで4位決定戦からストライク何本続いてるんでしょう。21本連続ストライク。そうですね、5フレームからですもんね。279、300っていうのはすごいですね。こちら吉川智恵プロです。予選は2位通過、準々決勝そして準決勝は1位通過。トップシードの吉川智恵プロ、初の全日本のタイトルを狙っています。負けてませんね。はい、はい、それでは放送席プレイヤーズゲストをご紹介します。土屋由香プロです。土屋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今どんなお気持ちですか？負けはしましたけど、本当に今年1年終わって、はい、最後にこう悔いのない精一杯やったって自分で言える、今満足感で、負けましたけどいっぱいです。最後はあの笑顔の投球が見られましたよね。そうですね、今日は本当に笑って投げたいなと思ってたので、満足です。はい、はい、ではこの後しばらくお付き合いください。よろしくお願いします。はい、お願いします。第2フレームの松永プロ、いや止まらないですね。ちょっとずつ、ね、レーンが変化していく中で、まあ、本当にそのレーンの変化を掴んで投げてますよね。レーンコンディションの変化という意味では土屋プロ、先ほど投げた印象はどうだったんでしょうか？そうですね、ちょっとこんなに変わってると思わなかったんで、最初の15分の練習ボールと、今の3位決定戦の練習ボールと、かなりレーンが変化がやっぱり早いですね。そうですか、はい、もう吉川プロもダブル。今土屋プロが、ね、言ってくれたように、あの右側のレーンの方が多分少し変化が早く出る、で左側のレーンの方は少しまだ我慢ができるんですけど、それでも変化している。だから特に右側のレーン、先ほど、ね、注目したいなって言ってたんですけど、はい、まあ、あの土屋プロがいきなりこのビッグファイブっていうのはやっぱりその変化だったっていうことですね。はい、でそれからはでもうまく対処ができて、はい、ストライク出たんですけど、今度左側のレーンを速いんだけども寄っちゃったんでスプリットになっちゃったっていうことですね。はい、第3フレームです。そうですね、ついに途切れました。そうですね、中ですね、はい、ストライクは22連続で止まりました。
去年の優勝者。そうですね、連覇の気持ちが勝つのか今季2勝目が勝つのかっていうね、そういう状況ですね。松永プロにとってみれば今季3勝目を狙うわけですもんね、はい。こちらも天秤です、はい、川地さん、はい、あの松永さんの師匠の柴田プロは九州から見えてるんですけど、はい、あのボーリングは決して良くないんですって。だけどこの悪い中でスコアをまとめていると、ええ、でスコアが出るのに自分がこう乗ってきていて点数が出てるんだっておっしゃってますね。そうですか、はい、あのレンサイドのリポートは杉本勝子プロです、はい、杉本さんのレポートにもあったね、柴田プロ来ててですね、あの渋い顔してたり胃が痛いっていうね顔をしてるんですけども、はい、でも我々が見てると松永プロの投げ方がそんなに悪いとは思えないんですね、うん、ただやっぱり求めてるものがまだ先にあるいはまだ上にあるという柴田プロあるいは松永プロの感覚がそう言わせてるんだと思うんですね、はいはい、ナイスカバーです。吉川智恵プロ38期生2005年のプロ入りです。10月のフランスロピーついに念願の初優勝を飾りました。松永プロは群馬オープンそしてラウンドワンカップ今年は2回優勝を飾っています。先ほど途切れたことでこの後はどう出るのか。今本当に川さん言っていただいたように、あの切れた後すぐストライクが来る来ないっていうのは本当に大きいですので、はい、このストライクは大きいですね。少しボールが落ち気味だったんですけどあの手の振りを大きくしてボールを運んでますよね、はい、だから多分さっきの杉本さんのレポートじゃないけど柴田プロが言われているのはあの辺がまだボールがうまくさばけてないだろうということだと思うんですけどね、はい。代わって吉川プロの第4フレームです。やっぱり右のレーンのがね、はい、やっぱ変化あるね今の。いやもう後ろからねこう念を送ってもらっているかのように本当です、ね、背中を、ね、押してもらってね、はい、土屋プロここまでお二人どうなんでしょうねこの投げ合いは。そうですね、今日の朝からだと思うんですけど、はい、1人が打つと1人が追っかけるというか、うん、もう負けじと持ってくる止まったら負けっていう、はい、緊張感がすごい。もう今日も私も汗かきまくりでしたもん手汗がそうでしたか、はい、9ゲームずっと隣で見てたわけですよね。それはね、私もあれについていかなきゃと思ってたので、はい、松永プロはダブルです、まあ、本当にうまく、ね、対応しましたね。ちょっと出さないような感じですね、はい、今大会松永プロにとっては39ゲーム目と。その通りですね、はい、長い長い戦いです。こちらはトップシードの吉川智恵プロです。全く同じ展開です。本当ですね、万内さん、吉川プロは今大会通じて、はい、どうでしたか。あの、まあ、な火曜日にあの、あまり調子良くなかったんで1時間練習したって言うんですけど、やっぱりあの本当に手の振りスイングに本当に足を合わせてうまく足運びをしてますんで、やっぱり本当に徐々に良くなってきたと思うんですね、はい、今も本当に集中してますんで、これはもう1ゲームで決着をさせたいということで、もう松永プロがストライクならストライクで切れればもう1個ストライク出してやろうというね、そういう気持ちで絶対負けてないという感じですね、うん、今ボーリング見てると。セブンピン、はい、
ここですね、はい、吉川プロのキーポイント、第1番目はここは来るか来ないかが勝負どころですね。今年は成績が一番良い年と本人は振り返りました。自信を持って投げている、それがスコアにつながっていると話しました。ここまで来れてびっくりしているというのが正直なところだという話も聞かれました吉川プロです。ここでストライクが来ないとやっぱ同じペースになっちゃうというのは勝ち目なくなっちゃいますんでね。あ、来ましたね。先行しました。一歩リード。吉川プロは仲いいんですよね。はい見てらんないでしょ。この間話してたんですよね、ともえちゃんと2人で優勝決定戦ができたらいいねっていう話を本当に1ヶ月ぐらい前ですね。そうですね、したばっかりなんですよね、優勝記念の、ね、パーティーの時でね、はい、だからすごいしたかったんですけど、うん、もしかしたらそうなっちゃうのかなと思ってねドキドキしながら見てたの。さっきね、そしたら松永プロがね300出しちゃったんであれですけど、またねそれはもう今後 ねチャンスがあればぜひやってもらいたいと思いますし、はい、しっかりとした集中力のある投球でした。松永プロカバーです。この後は第7フレームへと移っていきます。ここで吉川プロがダブルとターキーということで220のペースですね、はい、で松永プロがダブルが2つなんで210ペース、ワンマークでカウントも9と8なんで今11ピン吉川プロがリードという形ですね、はい、でも吉川プロにとってはさっきの松永プロのゲームを見てますんで、あと全部ストライクという気持ちで自分の中にはいると思うんですよ、うん、だからその力が入りすぎて変な投球をしないでくれればいいなという感じですね、吉川プロはね。ね、入ってきた。全然力入ってないでしょ、うん、確実にポケットを捉えました。こういうゲーム展開はあの吉川プロペースですよね。ここで吉川プロが力入っちゃうとリードされてるとはいえ松永プロのペースというそういうような展開になりますね、このゲームっていうのは。川地さん、はい、横から見てますとね、松永さんが先ほどよりもスイングにちょっと力が入ってる感じするんですよ。でなるほど、吉川さんは楽に振って楽に柔らかく投げてますね。確かにあの杉本さん言うようにそんな感じ見えますね、はい、どう出るか。この投球は良かったと思いますよ、はいはい、今のは良かったですね。土屋さん、はい、今の投球いかがですか、松永プロ。そうですね、やっぱり彼女はとても気持ちが強いので、はい、投げ方が悪く先ほども裏があったと思うんですけど、ね、本当に気持ちでボールピンを倒すっていう印象がすごくあるので本当に尊敬するというか見習うところがたくさんある選手だなとも思ってます、うん、まさにその通りでね、はい、ボーリングは本当にメンタルだからね、自分が弱気になっちゃったら ねダメになっちゃうんでね、はい、気持ちだけはもう相手に負けない、はい、ボーリングレーンにも負けないっていう感じで、ね、投げないとダメですね、うん、さあここ大事ですよ。あ、ちょっと出ちゃった。おお、5連続が来ました。いやいや、今ちょっとね出すぎちゃったんですけどね、ちょっとリリースの力入ったんですけどね、うまい薄めに行きましたね。 あれがもうちょっと戻ってくると10番ピンですからね。あ、なるほどね、はいはい、っていうのは点数の計算方法でよく逆算方式って僕らも言うんですけども、はい、マックスから引いてくるという、今ちょうど出てるの279マックスの吉川プロに対して258の、松永プロということになると、はい、これで9フレームに例えばストライクが吉川プロ来ても点フレパンチョとすれば250台ですよね。ということは松永プロがどっかでダブルだにターキーを来なければ勝てるというためのこのストライクだったんですね、はい、8フレームあと残り2フレームですから、そういう意味で今のストライクはすごく大きかったですね。ここまで快進撃を繰り広げてきた松永プロ相手にリードを取って大詰めへと向かっていきます。逆に松永プロはこの一投はもう勝負ですよね。ここ来ないともう負けみたいな感じで思ってますよね。土
少しなんか思い切りがなかったような気がしますね。そうですか、はい。まあ、それがもしかしたら変化なのかもしれないけど、なんかちょっとこう私が見た感じではちょっと思い切りがなかったかなという感じですね。あるいはちょっとどっかでタイミングが狂ってるかですね。土屋プロはどう見ました今。そうですね、ちょっと本当に硬くなってますね、先ほどの2ゲームよりも。ね、違うよねやっぱね。はい、全然違いますね。パーフェクトを出した次のゲーム、うん、この2投特にあの、親指の抜けがちょっと早くてボールが落ち気味なんでしたけど、 1投目のボールは前から何回かあったんですよ。でも2投目のボールは結構しっかり投げれてたのに、今2投目のボールもちょっと親指が落ちそうな感じだったんで、はい、あのツヤプロ言ったようにちょっと緊張がポッとここ抜けちゃったのかなっていう感じは ね、はい、1投目は緊張したんですけど2投目はちょっとこう気が抜けちゃったのかなって気はしますよね。で松永プロのマックス238になりましたの で、 そうです、ね、あとはもうミスをしなければ吉川プロ240台がいわゆる240ペースという言い方しますがキープされましたので、あとはミスをしないように。どうですか吉 川、 あの吉川プロはこういう時はどうですか。でも私小学校の頃から知ってるんですけど、うんうんうん、強くなりましたそう、なるほど、面白い話ですね、はい、あの優勝してから本当に強くなりました、うん、なるほどね。ここは割れないための投球、素晴らしい、お見事、6連続。今でもまさにあの土屋プロが言ったセリフそのまんまでしたね。強くなった吉川智恵という感じですね、はい、中学校から知ってるの。はい、そうなんだ。あの智ちゃんのお母さんにお世話になったので私はどちらかというと。なるほどなるほど、さっきのお母さん来てね帰られちゃったんですけどね、はい、そうなんですか。多分なんか仕事かなんかでね帰られてたんですけど。残念ですね、はい、ナイスボール、はい、川地さん、はい、松永さん、あの師匠が見えてるんでいいとこ見せたいって言ってましたけど、いいとこ見せましたね。見せました、見せました、はい。吉川プロが取るのか。これだからテンフレームの1投目ですね。いよいよ、変なカウントしないでくださいということと、まあ、ファールとかね、ガターとかそれだけ気にしていただければ大丈夫ですね。初の全日本のタイトルが見えてきました。ここはちょっと慎重でいいですね、はいはい、自分のどこを投げるかをきちっと整理した状況で投げたいですよね。ちょっとレーンの上にボールが行けばもう優勝なんですけど。来るか、うん、これで大丈夫ですね、はいはい、ミスしても大丈夫ですね、はいはい、納得の表情を見せました。いや、あのね、松永プロの279300を見たらなんかやりづらいだろうなと思ってたんですけど、全く自分のね、自分のボーリングをしてましたよね、相手関係なくね。それはやっぱり吉川プロのさっき土屋プロが言ってくれた進歩なのかなっていうね感じがしますね。自分に強いですよ ね、うん、まあ、言葉は悪いんですがこうビビってしまうっていうところがね、はいはい、ありますよね、あってもおかしくないという、はい、そんな展開でしたから。そう、さっきこの投球をしてくれればな。あ、でもそうですね、やっぱりあれですね、27番は多少やっぱり4ゲーム目ってこともあって、あれ3試合目ってこともあって変化したみたいですね。今はしっかり投げましたよ、はい、でもボールがちょっと曲がっちゃったんで、うん、やっぱり最後はねきちっと投げようっていうのがありがりですよね、はい、この屈託のない笑顔がね。そうですねこれ今ちょっとファンの方は見えなかったんですけどね、はい、テレビで見ていただきたいですね、はいはい。いや、でも初優勝の年に全日本まで取っちゃうっていうのはすごいですね。すごいですね、はい、スベロ追い越されちゃったんで来年は追いつかないといけないですね。頑張ります、はい、あ、そうなんですね。土屋プロと吉川プロはここまでタイトルは1回ずつですか、はい、ね、去年ね
嬉しい初優勝した土屋プロに、はい、今年あの嬉しい初優勝した吉川プロですからね、ダンスロピーで追いついて、はいはい、松永プロの今大会最後の一投ストライクで締めました。ファイナルショットは完璧でしたね、はい、テレビ決勝十分にギャラリーを沸かせてくれました。パーフェクト達成の松永ヒロインプロは218、さあそして吉川智恵プロ もう1回のフィナンスロピーで経験してるんでね、大丈夫だと思うんですけどね、はいはい、2005年のプロ入り、そして今年10月のフィナンスロピーで初優勝、今年最後の全日本のタイトル、笑顔で締めくくることになりそうです。お、全然普通になりましたね、はい、今大会好調ぶりをアピール、最後は快進撃を続けてきた松永ヒロミプロを下しての全日本のタイトル。いよいよ、それでは第42回の全日本女子選手権者の最後の一投となります。どうぞそれでは最後の一投手拍子でお待ちください。あ、感無量といったところ、最高の舞台、メジャータイトルの全日本、見事勝ち取りました吉川智恵プロ、全日本初優勝。ナイスゲームですね、256ですからね、はい、あ、お母さんに見せてあげたかった。優勝決定戦で決めました。いや、あ、今花束が ISPS 専属鈴木美沙プロから送られました。もう最後は万内さん泣けてきちゃってっていう感じのね、まあ、あの全日本選手権を勝つのと、まあね、普通のタイトルと、まあ、一勝は一勝なんですけど、重みが全然違いますよ ね、 そうですね、はい、歴代選手権者になるっていうことは素晴らしいことですよ。その辺聞いていただきましょう、はい、素晴らしい優勝決定戦を見せてくれて、そして最後も決めてくれました吉川智恵プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、秋に初優勝して2勝目がこの全日本ですよ。今のお気持ちいかがですか。この1年間本当にいろんなことがあり、経験しなきゃいけないことばかりで、結構自分には結構厳しいなと思っていたんですけど、それが成績につながっていたので、本当に今回この1年本当に嬉しいです。本当に頑張ってきた1年の結果がまさにここで集大成としても出たんだなということなんでしょうけれども、やはり優勝決定戦待ってる間緊張感も相当あったと思いますけど、いかがでした。そうですね、前回あの優勝させていただいた時よりもやっぱりちょっと重く感じていたところがあったんですけど、もう自分のことをもう集中して、はい、しようという気持ちで、はい、来ました。ただやっぱりあの勢いで松永プロがね来ましたから、どうなるのかなって私たちもすごい、まあ、ワクワクとドキドキがあったんですけれども、試合は見てました。はい、見てました。最後の1投目まで、はい、見させていただきました、はい、そんな中どういう気持ちでゲームに入っていったんでしょう。もう本当に最後の、もう今年最後なので、もう思い切って投げることだけしか本当に考えてませんでした、はい、そして試合前はいろいろね、皆さんからもお仲間からも励ましがあったと思います。そして師匠の工藤プロよりも先に2勝目を挙げたいななんてこともおっしゃってましたけれども、ちょっと師匠を超えちゃいましたか。そうですね、超えちゃったかもしれないですけど、それが励みになれば、はい、いいかと思います。はい、そして本当にたくさんの方々が声援を送ってくださいました。皆様に一言、この喜びとお気持ちをお伝えください。
たくさんのボーリングファンの皆様1年間どうもありがとうございました。そしてこの会あの大会を開催していただきました国際スポーツ振興協会様、会場をご提供いただきました東京ドームボーリングセンター様の皆様に本当に深く感謝を申し上げます。ありがとうございました。素晴らしい優勝を決めてくれました吉川智恵プロでした。おめでとうございました。ありがとうございました。今回の全日本は吉川智恵プロの優勝で幕を閉じました。放送席にはプレイヤーズゲストは土屋由香プロにお越しをいただきました。土屋プロ、はい、土屋プロも少しこう目がちょっとうるうるとなさっているんですか。そうですね、はい、最後の最後本当に素晴らしいゲームでしたね、はい、土屋プロにとっては来年さあどんな年にしていきましょうか。そうですね、また本当に吉川プロのように私も早く2勝目を挙げたいので、まあ、でも焦らずにいい形で今年は終われたと思いますので、来年1戦目が私が優勝した関西オープンなんで、はい、2連覇できるようにとりあえず頑張りたいなと思います。いいライバルとして頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。